我ら人の子も人の子ら土。おはようございます。朝です。上京大学生です。今日も一限ということで、高校生じゃありえないような感から起きました。東京先からではなくファーストハウスからのお届けです。早く準備しないとまた遅刻しちゃうので急いで準備します。お待たせ。普段は朝ごはん食べないんですけど、友達からケーキを一かけらもらったので、それを今日は朝ごはんとして食べていきたいと思います。オープンとか言いながら開けてるんですけどうわー、やばくない？大丈夫そう？重厚感のあるこのイチゴの配置の仕方と、これは多分マンゴーかな。マンゴーだね。頑張りたいと思います。ありがとう太陽、ありがとう大地、ありがとう。なんとかいただきます。すげ。ファーストインパクトはまずこのイチゴのですね、このもうダイレクトアタック。次にマンゴーがこう後から上乗せでパンチみたいな感じで、すごく美味しかったです。朝から食べるもんじゃないですね。ケーキよりもフルーツの方が多いみたいな。あんま生クリーム食べれなくて、少しぐらい、少しこうちょっとついてるぐらいだったら生クリーム食べられるんですけど、こう一気にこうバッて入れるのはちょっと難しくて、レインボーブリッジの半分みたいになってるんですけど、この半分はお家から帰ってきてスタッフが美味しくいただきたいと思います。行ってきます。僕の地元はまずこう電車が1両のことが多くて、2両もある日はこうめっちゃ贅沢な日で、こう座れるのは当たり前の定めとして、こうたまにですね1両を1人で独占することができるようなところからはるばるやってきたので、こう席に座れなくて、なおかつですね、もう10両編成とかのですね、もうたくさんの電車を見た時はですね、カルチャーショックを引き起こしました。上智大学前の横断歩道って、この青になるのが遅いのに、こうまた青になったとしてもすぐ赤信号になっちゃうんですよ。だからそしたら赤になったら、普通だったらですね、学生が渡ってたら、まあ車とか少し待ってそれから進むっていう感じだと思うんですけど、こう四ツ谷はですね、もうあわよくば引いてやるぞっていうですね、ぐらいの意気込みでもう車が突っ込んできてですね、もう 2,3 回ぐらいですね、走馬灯を見ました。ヨーグルトないよ。あったよ。あった。自分でプリントもする。これあったらいいな。
うまっ。すごい。こっちに行けたね。お願いします。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。130円です。今日はモンテルの方いないんですか？今ね、向こう行っちゃったのよ。向こう行ってんすか？届けてるよ。待っとこうかなって待っててはい、そいつを頑張ってます。はい、そいつを頑張ってます。当たりに行く？行くわ、じゃあ。ああ、学生村か。マイク？いいよ。いいよっていうか、うん、いいか。同居人が今日ですね、上智に来ているらしいので、一緒に昼ご飯を食べたいと思います。ブラックバイトだから。今日はないけど、編集。もう麺から作ってくれるやん。いやけど俺マジでなんかあれしたいな。何ジャックよ。パソコン充電と編集を兼ねて大学の図書館にこもりたいと思います。図書館の本ってこう誰が読むのっていうレベルの本ばっか置いていて、ちょっと捨てられてもわからないと思うんですが、今日は用事があってきました。見てください、このですこもれって言わんばかりの席です。もちろん僕が来たのはですね、大学から電気代を摂取するためです。これもですね、施設利用費として大学から吸い取られているのでですね、少しでも元を取るためにやってきました。こう注目してほしいんですけど、このラウドタイピングスノータラウドというですね、上智らしい感じで日本語で書けようと思ったんですけど、今から留学センターに行って留学の手続きをします。今日も一番綺麗でお金のかかっている6号館に来ました。この日に動画出したくてもうずっと編集してました。なんかと思った。終わりました。帰って編集してすぐ動画出さないといけないのですぐ帰ります。ありがとうございます。とりあえず電車来てたから、あ、来てるって思ってこうもう乗ったらまさかの逆方向行きでした。夜の7時ぐらいです。今からご飯作るのめんどくさいな。まあ という動画を今
編集し終わったんですけど、ご飯を食べるところがですね、なんかなぜか取れてなくて、その日は麻婆茄子を作ったんですけど、なんか取れてなかったです。ごめんなさい。ということで、今日も最後まで見てくれた方、本当にありがとうございました。よろしかったら、高評価だけですね、押していただけるとありがたいです。お願いします。